オールセインツ教会にある、ステンドグラスのエッサイの部分図。イングランドのイーストサセックス州、ホーブエッサイとは、旧約聖書の登場人物。ヘブライ語でが存在する、あるいは、がたまる、あるいは王という意味。古代イスラエル王国、第二大王、ダビデの父。日本聖教会では、イエッセイと転写される。旧約聖書によれば、ルツとボアズの孫で、 イスラエル史上最大の繁栄をもたらし、公正理想の王と称えられたダビデの父。また、ユダのベツレヘム出身で8人の息子がいたとされる。長男はエリアブ、次男はアビナダブ、三男はシャンマで、末の子がダビデだった。預言者のサムエルはサウルに代わる王を探すため、神の指示によって年老いたエッサイの下へ使わされた。サムエルは長男エリアブの容姿に感銘を受け、 自分の前にいる、この人こそ、主が油を注がれる人だと思ったが、すぐ神に否定される。エッサイは、自分の息子を順に、サムエルに見せるが、どれも、王となるものではなかった。そこで、一番年下のダビデを連れてきさせると、神はその子に油を注ぐよう指示した。後に、サウル王が、自分のために、縦ごとの名手を召すため、エッサイのもとへ来ると、 彼は多くの贈り物と共にダビデを送り出した。サウル王はダビデをとても気に入ったため、ダビデは武器を取る者としてサウル王に仕えることになった。ペリシテ人が陣営を敷くとエッサイの3人の息子は戦いに出向いた。エッサイはダビデに兄たちに食料を送り安否を確認するよう指示した。長男エリアブは戦いを見るために下ってきたのだと言ってダビデを避難した。 新約聖書、マタイ福音書、ルカ福音書には、イエス・キリストの両親の祖先にあたると記載される。イザヤ書には、エッサイの子孫から公平とぎなる裁き主が誕生することが予言されている。パウロはこの聖句を、イエス・キリストに当てはめて引用している。常日のように、新約聖書ではエッサイを、イエスの先祖の一人に位置づけており、マタイ福音書、ルカ福音書ではイエスは、 ユダヤの町ベツレヘムにおいて、聖母マリアから生まれたとされている。また、聖教会で歌われる、高単祭のイルモスは、キリストをイエッセイの根より小ゼし枝及びその花と表現している。ありがとうございます。